じゃあ自分がという思いは当然あるでしょう、はい、打ちましたセンターの前にどうでしょう突っ込んできましたさすが辰巳の守備範囲センターフライでしたランナー一塁今宮、はい、強い打球はショートゴロになりました逆シングルで抑えました小深田一塁へワンバウンドスローアウトになりましたまあ、後監督もその守りについて広瀬は大変評価してますね、はい、まずそこを監督も言ってましたからね、まず守れるから2球目を打ちました中村晃のファインプレーが生まれましたこの回は中島からでしたがファーストゴロ横飛び中村晃がよく掴んでいますまあ、さすがの守備力でしたうまいスプレーですね、ここで、まあ、先頭出るとということになりましたから、はいまあ、タイムリーも出て、この動きでね。いやー、さすがですね、外構え、まっすぐ、弾き返さ、飛び込む、栗原、一塁に送ってナイスプレー、ゲームセット。少し甘く入りましたけどね、はい、最後変化球系ですねそうですねスライダーカーブ送ってくるかこれも送りバント変化球ピッチャーの前伊藤は二塁送球どうか判定はアウトの判定よく二塁投げましたややピッチャー前強めのバントでした中島監督送ることはできませんでしたかなりヒーリングカウント取りに行ってますねこれもナックルカーブサードが来たうまいプレーです好プレーサードの胸が取りました今体の動きとは逆方向のスローイングになりますからねそうですね、さすがのプレーですね、はい、さすがゴールデングラブ賞クレバース選手のボールかつての首位打者ストレートサインが今度は下がって一塁遠投間に合ったまたもファインプレー見せてくれます宗優馬2つ続けての好プレーでした予想している宗優馬の守備ご覧いただきましょう三遊間深い位置下がりながらの大遠投これ体重逆でしたねそうですね、うん、1回でするかなどっちかなっていうプレーだったと思うんですけどね、はい、セレーニョもうまく掴み取りましたその前の磯端の当たりも効果拾った打球の伸びはどうか大きな当たりしかし追いつきました俊足の磯端ファインプレーに阻まれました西川の当たりいや当たりさんうまく拾ったんですかねそうですね磯端の守備範囲の広さ左中間タイムリーヒットになる1人帰ってきてそして2人目も帰ってきました三塁はタッチはアウト2人目のランナーはどうでしょうかショート弱い当たりチャージをかけて紅林ランニングスローストライク送球でした軽快なプレーです先頭郡司ショートゴロでワンアウトですどうですかね球数カーブできた打ち取ったかエスピノーザアンダーハンドトスピンチを脱しましたランナー2人残塁このイニング得点を与えませんでした、そうですねストレート打ち上げましたファールゾーンホームラン打っている杉本も追っていきますが飛び取ったよく取りましたフェンスが気になるところ守備でも見せた第4号を放った杉本雄太郎守備でもしっかりとアピールしてくれましたフェンスが気になるところをうまく掴み取ってくれました、まあ、この杉本がね前田さんや三遊間深い位置逆シングル二塁送球軽快なプレーでした栗林孝太郎が難なくさばいていますここは追い込まれています弱い当たりサードは郡司一塁は間に合いました先頭の杉本はサードゴロに倒れています
オリックスと日本ハムのゲーム差で右中間大きな当たり変わった渡辺晴人早い落下点への入りでした。守備範囲の広い渡辺晴人見事な守備力です。今最後打球を少し沈むような感じ変化球打たせます。三遊間です。ショートは源田。まず岡博美王子の外野変化球をこれはピッチャーライナー。ボー選手あのツーボールになった時あの1回マウンド外すんですよ、ねで1回気持ち整理しても1球投げ直すっていう。そうするとあの結構ツーボールになって勢いで投げてしまうとスリーボールフォアボールみたいな。捉えるかセンター正面のライナーだ。正面の掴んだ岡感触はあるかなかったと思います山村。ただセンターライナー似合いますよ。スリーワンからフォアとファーストビット弾いたセカンドがバックアップ一塁へ送球は間に合うのかアウトです。ここはいいバックアップを見せていきました小川です。途中ダイソーで出て守備に入っていました小川。ナイスカバーリングでしたね、ちょっとのビット弾いた後、まあ、ちょうど確かに小川の方に、ね、転がっていきましたが打球も強かったんで、ひょっとしたらヒットになるかなと思ったんですけど、はい、いいとこに転がってきましたね。低めをうまく捉えるか、セカンド追いついた岡は好プレーだ。いいポジショニングですね、抜けてもおかしくない打球でしたが小川が一躍ナイスプレーを見せてきました。結構あの